はい。こんにちは。よろしくお願いします。今日はですね、新しくベンチャー企業を5つ立ち上げるというプロジェクトで、ちょっとずつ順番に紹介してるんですけど、別の動画では、クンタンファブリックっていう、えーまあ、製造の DX に特化した量子ベンチャーを紹介しましたが、まあ、今回はちょっと打って変わって、あの金融ですね。で、クォンタムファイナンシャルイノベーションズっていう会社で、 えー、量子金融計算を駆使した、まあ、次世代金融技術革新というものをテーマにしていますでちょっとウェブサイト今作っているので、まあ、紹介したいんですけど、まあ、これを WIX で作ってます、はい、でコンタムファイナンシャルイノベーションズは、まあ、量子金融に特化したスタートアップで私たちは量子計算を用いた、まあ、数理ファイナンスを基盤に、まあ、Web3 ブロックチェーン大量資暗号量子通信など まあ先進的なアルゴリズムを通じて金融分野における量子と機械学習技術の応用を追求していますということが書いてあります。で基本的にはまあこれっていうのはまあ量子コンピューターにまつわる金融関連のトピックを扱う会社なんですけどもまあ最近の量子にえと欠かせないのはどちらかというと数理ファイナンスよりもまあ暗号ですよね。なので 暗号資産とかっていうところの暗号の技術と、まあ、量子コンピューターの技術がもろであのぶつかってきちゃうっていうところがあって、えー、現在のコンピューターで対応する対量子暗号もしくは、まあ、将来的に量子通信や量子技術を使って量子暗号などあるんですけども、まあ、全体的に機械学習や数理ファイナンス計算暗号などの まあ、総合的に量子金融を見ていく必要っていうのが、まあ、最近はあります。ちょっと,ひとし一昔前だったら「まああのコンタムアンプリチュードエスティメーション」っていう、まあ、リスク計算を行うためのアルゴリズムがあって、まあ、それっていうのがほぼ量子金融と同じ意味だったんですけど、まあ、最近は、まあ、ちょっとずつ範囲が広がってきていて、まあ、その暗号に関することっていうのが非常に多くなってきてますね。 なので暗号資産というのは順調にまあ値段が上がってまあ将来的な可能性っていうのがまあちょっとずつやはり期待されていると思うんですけどまあ切って話せないのがその基盤が暗号に立脚しているっていうところがあってその暗号技術を脅かすようなまあ量子技術っていうのはまあ非常に暗号業界からするとまあ困る存在であると思います。ただ一方で量子技術の読みって非常に難しくて。 まあ最近も FTQC と呼ばれる技術というのは進んできているんで、まあ、ますます暗号っていうところの技術の進捗の確認っていうのが重要になってきているんでこの金融と、まあ、ちょっと昔は金融っていうとリスク計算だったんですけど、まあ、数理ファイナンスだったんですけど最近は数理ファイナンスに限らず包括的にその次世代金融を見ていく必要っていうのが出てきています。 なので、量子金融を駆使した実際金融技術の革新というのは、まあ、ビジョンとしては、まあ、量子技術がもたらす新しい可能性を探索して、金融サービスの効率化、透明性の向上、安全性の確保を実現する。量子計算の能力を駆使し、従来の計算では解決は難しかった複雑な金融モデルの解析や再利化を行いますとあります。なので、基本的には数理ファイナンスなどを中心として、 計算というところに特化して、えー、と行っていくんですけどもやはり重要になるのはやっぱ暗号技術というところがあるかと思います。で主な取り組みに関しては、まあ、いくつかあるんですけど、まあ、3D ファイナンス Web3 ブロックチェーンで対量子暗号対量子暗号っていうのは現在のコンピューターで量子コンピューターが解けないような暗号をなるべく使うというものになっています。で4番目量子通信と量子暗号これは 現在のコンピューターではなくて、まあ、将来のコンピューター量子コンピューターを使って量子コンピューターと対決するという方式になっています。あとは機械学習生成アイなんですね。まあ、ここら辺を全体的に使っていくというのが今回のスタートアップの目的になっています。でブロック記事やクライアントなどはまだスタートアップ立ち上げたばっかりいないのであとはお問い合わせですね。なので革新的なところをやっていくというところになっています。 で現在の住所は、まあ、渋谷区の渋谷にしようと思いますけども、まあ、今後は金融ということもあって、まあ、金融のですね会社になるべく親和性の高いようなところにやっていこうと思います。はい、で今回のベンチャー企業に関してはビジネスモデルでは結構難しくて、まあ、量子計算を駆使した実際金融技術革新というところに関しても、まあ、すぐに実用化っていうのはかなり難しいと思うんですよね。 なので、比較的、計算とか、プログラミングっていうところを使っていくこうとすると、まあ、どうしても Web3 とか、ブロックチェーンとか、大量子暗号、量子暗号のところの技術に、まあ、結構、寄っていくんじゃないかなという気はしますけど、まあ、3D ファイナンスをやはり量子計算でやるって、ちょっとまだまだ難しい気がするんで、このあたりは、メンバーですね。結構実は、このコンターファイナンシャルイノベーションズは、人気があって、まあ、すでにいくつか問い合わせを受けているので、 今後蘇生するチームのメンバーの特性に応じて、まあ、ビジネスを進めていきたいと思います。